はい、ちゃお亀岡です。今日はですね、えー、もう皆さんご存知のようにですね、新しい金融システム不安ですね。こちらがですね、えー、顕在化してきました。まあ、ドイツ銀行の破綻リスクですよね。まあ、もともと潜在的にはですね、このドイツ銀行の、いわゆる不,不安であったりとか不祥事とか、まあ、破綻するかもしれないというですね、えー、そういった憶測は、もう、かれこれ10年ぐらいですかね、チャイナショックの時に大きなダメージを受けて、そこからですね、 回復してないんですよね。回復しきれていないというのが正しいのかな。まあそういった意味では、えー、再び、この、まあ、リスクですよね。僕は、おそらく来ますよってことをね、もう一週間、二週間ぐらい前からずっと言ってきました。それが、いよいよね、えー、メディアによって取り沙汰されてきたってことなので、これがどこまでね、マーケットに、うん、その悪い影響を与えるか。そして今後の、米国株の先行きですよね。 一旦、まあ、大きく、このニュースによって、えー、下落をしたんですけども、再び持ち直しました。果たしてこのままね、反発をしていくのかどうかというところを、今日は解説をしていきたいなと思っております。まあ、週末編なので、まあ、ゆっくり話していきたいと思っておりますので、まあ、2倍速で聞いてもらいたいと思っております。で、まずはね、米国指標ということで、えー、株はね、一旦、 下落したんですよね、うん。夜の時点。僕はだいたいいつもね、えー、12時、0時から、まあ、1時にかけて寝るんですけどね。YouTube を見ながら、まあ、ハーブティーを飲んでですね。最近はあまりお酒を飲みすぎないように。今日は週末編なので、まあ、雑談を交えながらってことになりますけども、おもうね、だからそうですよね。うん、決められた量を飲んだら、それ以上はね、えー、もうハーブティーで、まあ、ごまかすと言いますか。だいたい両方ですよね。 うん。まあそういった形で、まあ、大体深夜の23時ぐらいを過ぎると、ハーブティーを飲んでいます。そして YouTube を聞いてるんですけども、その時にはね、最後相場を確認した時は、まあマイナス300ドルぐらいで、あ、このままね、うん、このドイツ銀行の破綻リスクを、市場がね、嫌気をさして下がっていくんじゃないかなと思っていたんですよね。ただ、その後ですね、え急反発をして、結局ですね、うん、 続進で終わったと。うん、円はね、急上昇しています。ただ一旦ね、それもね、えー、頭打ちをして、まあ、再びまた円安ですね、円安に戻っていくっていう状況になっています。僕はね、えー、冒頭で話す通り、このドイツ銀行のですね、破綻リスクは必ず顕在化してくるので、もう空気読むなよってことでね、えー、これが、えっ、ー、と、3月16日ですね、のツイートになりますけども、ドイツ銀行よと。絶対ダメだよと。ダメダメ絶対ってことでね、 本当に今回だけは空気読まないでくれっていうことで、まあ、クレディスイスの破綻、そして SVB ですね、シリコンバレーバンクの破綻リスク。まあこのあたりがね、えー、次々とアカデミー出た段階でですね、僕はもう次のドイツ銀行の破綻リスクまでまあ読んでいたので、もう今回だけは空気読まなくていいよと。ひな壇から走ってね、うん、来るなと。もうね、そこに熱いおでんも熱湯ブルもないからなと。うん、まあこう。 これは竜兵師匠のね、うん、まあ伝説の芸なんですけどもね、うん、今はもう見られない、そういった、まああのー、本当にね、えー、まあその伝説の <laughs>、まあ一発芸になっていますけども、まあそれだけはね、でも強く言っておきたいということでね、ドイツ銀行に、まあ釘を刺したんですけどね、まあそれでもやはり、うん、彼は我慢しきれないということで、ひな壇からね、いや、僕も僕も僕もみたいなね、言ってしまったっていうことに今なっています。 で、僕はね、えー、相場結果意として、もうこれ予測していましたので、今ですね、ドイツ銀行なんとか守ってるのは、ね、えー、FRB でも、パヨレさんでもない、僕なんですよね。まあ、これについても後半、まあ皆さんもね、気になってると思いますので、解説をしていきたいと思っております。で、その前にですね、 今ですね、4月の11日にですね、オンラインセミナーですね、出版セミナーをやろうと思っております。基本的には無料なんですけども、この本を購入してくれた人限定でですね、えー、無料セミナーということになってますので、もう購入してしまった人はですね、申し訳ない。僕が主体ではないんですよね。これは、丸善ン純駆動さんというですね、えー、書店さんのセミナーなので、どうしても、うん、まあ本を買ってくれた人は無料になるということなので、まあ一応内容としてはですね、えー、年収1億円をね、えー、稼ぐ、手に入れるために僕はやってきた ことですよ、ね、まあ行動力をまあ強化する方法であったりとかまあそのスタートダッシュをね、えー、身につける方法それから集中力を高める方法とかいわゆるですね、まあ、小手先のテクニックではなくて僕がこの二十数年間実際にやってきたことだけをですね集約をした内容になっておりますのでこれはですね、えー、55の法則ぐらいあったかなあのまあ全て厳選してですねこの90分の セミナーの中で公開したいと思っておりますので、ぜひ興味のある方はね、この微考欄にそのセミナーのリンクを貼ってありますので、ちょっと覗いてもらえたらなと思っております。4月の11日、まあ、無料のオンラインセミナー、本を買った人はっていうことになりますので、もう持っちゃってる人はね、買っちゃった人はちょっともう一冊、申し訳ないです。あの、買ってもらえたらなと思っております。これはまあ、本当に皆さんのお気持ちというところで、よろしくお願いします。ということで、早速またね、えー、本題に移りたいんですけども、ドイツ銀行はね、ヘッジファンドの標的になっている可能性もあるんじゃないかっていうことで、 確か CEO とかはもともと1週間ぐらい前からねクレディス・イスとか、うん、シリコンバレーバンクとかが相次いで破綻リスクにさらされている時にですねうちは大丈夫だよということを発言していたんですよねもむ,しろむしろですよ預金者がうちにどん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 ん預けてきてねもう流入が止まらない流出じゃないですよ。うん 預け入れ金が止まらないみたいなことをね、わざわざメディアに対して発言していたので、これは流出してるなって僕は思って、そういったこともね、この動画ではあの皆さんにお伝えしてきました。もともとトップっていうものはね、本当,本当の危機的状況の時は、むしろ強がって強気の発言をするものなんですよね。だから、まあ、ストロングメンタリティじゃないと、なかなかその経営者を長く続けることはできません。僕もね、リーマンショックの時とか、本当に資金がショート、 ね、えー、しになって、もう社員に対してもね、給与が払えない,ないかもしれないと。まあ、実際にはね、なんとかその危機は乗り越えたんですけども、うちあの広告代理店、そし,そして、イベントなどを仕切るね、PR 会社を経営するので、あの時はね、皆さんご存知のようにテレビつけてもね、なんかライオンさんとか <laughs>、あの、出てきてね、えー、まあ、とにかく CM も打てないみたいなね、えー、C みたいな形で、 まあ、企業広告はね、すべて、えー、打ち止めになったんですよね。企業側が自粛するっていう形になるんですよ。そういう場合はね。なので、まあ、政府のそういった AC 管轄の、まあ、企業ではなくて、えー、政府広告っていうんですかね、うん。啓蒙広告みたいなのが流され続けるっていうことで、まあ、スポンサーもつかない、そういったね、えー、広告の状況だったので、イベントなんかやる企業なんかほとんどないわけですよ。なので、うちみたいなね、イベントを中心にした PR 会社は、 まあ本当にやばかったですよね。だからその時でも、社員が不安がある社員に対してね、絶対大丈夫だからと。うん。なんとかここを乗り切れば、もっとうちは成長できると。で、他の、まあ、えー、会社がね、ライブラがいなくなるってことは、うちが今後、この市場を独占できるってことだから。 今を頑張ろうと。今を生き残ろうみたいなことをねえ。強気で発言していましたが、家に帰ってくると、やべ、どうしようみたいなね。このままじゃ、社員に給与払えないと。俺の給与はいいとしても、ね、社員に払えないというのはもう何とかしないといけないってことでね。もう毎日、まあ、不眠ですよね。眠れない日々をあの時は過ごしてきました。もう通帳を見ながらね、減っていく残休を見てね、いや、これどうしようかなと。本当にやばいな、みたいな。でも社員のね、えー、前に立つと、今は絶対大丈夫だと。これを、 俺たち神セブンと言われるようになろうぜって、当時ね、本当に伝説なんですけども、今より残った社員、まあ辞めてく社員もいたんですけども、残ってる社員はいずれ、また再びね、5年後、10年後に、あの時どうやって乗り切ったんですかって新人の社員たちに神セブンと言われるようになるよと。まあそういった夢をね、とかビジョンを伝えて、不安をね、えー、社員たちの打ち消していったんですよね。もちろん自分自身はすごく不安ですし、眠れない日々を過ごしていたんですけどね。まあ、同じような形ですよ。トップっていうものはそういった形で、 ビジョンを示すとともに、不安がっている社員、そしてその向こうのね、ステークホルダーたちですよね。利害関係者たちに強気の姿勢を見せて、今ある、うん、まあリスクを払拭しようとする。これが経営者、トップの務めなので、これができなければ、やはり、うん、その役目は果たせないですよね。だから、えー、バイト太郎さんとか向いてますよね。すごくストロングメンタリティじゃないですか。あの、 まあ結構ね、えー、今ずっと下がってる中で、今こそ買いだ、今こそ買いだって言ってますよね。あれをまあずっと続ければ、いずれ当たります。いや、僕はそれを否定してるんじゃなくて、あれこそがストロングメンタリティーですよね。うん、必ず必要な要素です。これは会社経営者だけではなくて、投資家にも実はね非常に不可欠な要素になるんですよ。このストロングメンタリティーですね。鋼のうん心 うん、だから皆さんもね、これをきっかけに、うん、まあ身につけてもらえたらなと思っておりますが、同時銀行はね、流出してるよってことをね、中国に発言していたので、あ、おそらく流出してるなと、僕は思って、まあ、憶測ですけどね、このチャンネルでは皆さんに説明をしてきました。まあ実際にですね、 本当にヘッジファンドの標的になってるかどうかはわからないですけども、なっていてもおかしくはないですよね。このまま本当に、えー、同一銀行の株価が下がり続ければ、まあ、ここで空売りをしていたですね。ヘッジファンドとか、まあ、空売りの投資家は大きく設けることができますよね。実際に、まあ、この SNS を使ってね、不安を借り立てている。よ、いけないことなんですよ。うん、法律的にはいけないのかな。まあ、ちょっと海外の中ではその辺はま、グレーゾーンなのでね、うん、わからないですけど本当はこういった、うん、その、 不安要素をね、SNS でこう流行らせて、とかね、こうバズらせて株価をね、下げさせるっていうのは良くない行為なんですけども、まあそういったことをね、えー、まあその裏側でされている可能性もあります。まあそれぐらいに、うん、下がりやすい状況だったというふうにも言えるんじゃないかなと思います。だから実際にヘッジファンドに仕掛けられて、まあこのね、下がった分を儲け得るような、そういった餌食にされている可能性もありますよね。 なので、まあその CEO が言ったのかな、理不尽だってことを発言したんですけども、まあ、これはね、うん、色恋と同じく、常にマー,ケットマーケットというものは理不尽なんですよね。だから、それはあなたが一番よく知ってるでしょうと。まあ、それはドイツ銀行に言ってるんですけどね。まあ、彼もね、アルケゴシショックの時とかチャイナショックの時に、まあ、同じような形で大きく儲けようとしてきましたしね。まあ、それによって失敗をして、うん、まあ、負債とかね、うん、まあ、大きく、うん、 積み上げてきたわけなんで、すすけども、まあ、これはしょうがなないいかなと思いますで一方でね、うん、餌食にさえないために、我々はしっかりと今の相場を生き抜いて戦っていかないといけない。そしてもう一つね、えー、冒頭で話したストロングメンタリティですよね。うん、強い心を持って、うん、今、この逆境でに置かれてるんであれば、戦って、生き残ってね、 次の相場でまた勝てるように、自分自身を高めていかないといけないと。まさにね、えー、僕は相場結果室として、ね、皆さんと一緒に戦っていますけども、いよいよドイツ銀行が崩れるとなると、これは本当にやばいです。そのクレディスイスとかね、えー、シリコンバレーバンクの日にな,らない日にならないぐらいに、やはりその銀行の規模が大きいのでね、大きな影響、それこそリーマンショックを超えるようなですよ、うん、影響を 市場、そして金融業界全体に与える可能性もあります。もちろんそれを回避しようと、ドイツですよね。えー、薬になってくると思いますし、欧州、アメリカ、えー、そして日本もね、一体になって、えー、それを支えようとすると思いますけども、もしですよ、うん、それに対して、ジョージ・ソロスのようなね、うん、巨大なヘッジファンドが、それに、まあ、売り向かうんですかね。やってきた場合は、ドイツといえども、油断ならないな、と。 思いますそして我々日本はね、それをしっかりとベンチマークして、研究しておく必要がありますよね。次狙われるのはもしかしたら日本かもしれないのでね、それぐらいに日本も今同じような状況に実は地銀であったりとか、日銀が置かれているので、まあ、うかうことね、えー、まあ、その対岸の火のような形で、まあ、笑ってはいられないですよね。ただ、このドイツ銀行が来たということは、予測はしていましたけども、まさに、うん、帝国軍ですよね。しかも、空中艦隊ですよ。<laughs> 空中戦艦が、 まさに押し寄せてきてるのと、ほとんどニアリーイコールなんですよ。うん。わかりますかねこの状況のやばさですよね。で、当然この空中戦艦が来たということは、まあ皆さん、ね、視聴者の投資家の人たちも、かなりやばい状況に置かれてる人たちもいっぱいいるんじゃないかなと思います。まあ今のところ株価は大きくまだ持ち直してきて、それほど急落をしてないんですけども、いつね、うん、そのはしごが ヘッジファンドが出てきてるとなるとですよ。外されるかわからない。強力な売り上げせによって下がっていく。特に、ドイツ銀行を単体を見ると下がっていく可能性は十分あり得ます。これは、うん、韓国の時のね、うん、いわゆるデフォルトであったりとか、その前のタイバーツのデフォルトとか、あれ全部ヘッジファンドが仕掛けていたんですよね。じゃあ今どうかと。今のが仕掛けやすいんですよね。これが困った問題で、今 SNS を使って簡単に拡散できるんですよ。まだタイの時とか、韓国の時っていうのは、今ほど SNS が、ね、発展していなかったので、まあ、力技で、うん、危機とか不安を煽って、で、下げさせて空売りで儲けるということをやったんですけども、今ですよ、うん、SNS を使えば、うん、ある程度バズらせることができます。もうすでにですよ、うん、こういったドイツ銀行の破綻リスクみたいなものは、結構飛び火をしてね、うん、今日もツイートとか見ましたけども、ほとんどその話題で占められていますよね。 まあそうなってくると、うん、はしごを外されて、カラり税有利みたいなことになりかねないです。ドイツ銀行だけを見るとね、そうなってくるとそれが波及をしていくと、うん、いうことが来週考えられます。なので視聴者の皆さんもね、かなり、その、帝国空軍、ね、空中艦隊に押されてる状況なんじゃないかなと思います。で、もう皆さんね、ちゃおーみたいな形で、まあ、僕を呼んでる、聞こえるんですよね。僕を呼んでる声がね、ちゃおーどこにいるんだみたいな。結界を張ってくれみたいな。 僕はここだってことだよね。うん。ついに、チャオ現るってことだよね。もうおいおいおいっていうね、視聴者の皆さんの声が <laughs>、ここに聞こえてきそうですけどね。目の前の、ここで、ここから、おいおい、という声がね、えー、もう僕の鼓膜に入ってきますけども、まあね、今こういった状況で、チャオついに、うん、僕はここにいるぞってことで、この帝国空中艦隊と今、相反したというのが今この状況なんですよね。なんとなく、すごい伝わってると思うんです。一番わかりやすいんじゃないかな、という <laughs>。 今この状況をね、伝える、説明するのにね。で、それ以外の、まあ、銀行の、他のニュースですよね。ドイツ銀行に関する。まあ、一応ね、えー、ショルツ首相ですね、ドイツの。うん。まあ、懸念する理由はないよってことで、なんとか沈めようという形で発言をしています。まあ、これもね、まあ、もしかしたら、持ち直した一つの要因になってるかもしれないですね。ただですよやっぱドイツ銀行っていうのはね、えー、冒頭で話した通り、先ほどですね、えー、世界最大クラスに規模が大きいんですよ。なのでね、うん。要は、落ちてくる。 隕石の大きさがシリコンバレーバンクとかね、うん、もしくはクレディスイスとかとはもう違うわけですよ。桁が1個違うわけですよ。今回は大器ですよね、うん。壁にならない可能性があると。つまり規模的にはこれですよ。ズドン。うん、ブレティッシュ作戦とほぼ、これもニアリーイコールなんじゃないかなと <laughs>、ね。ニアリーイコールってことはほぼほぼこれと同じってことですよ。うん、ドイツ銀行ね。まさにこのドイツ銀行っていうのはブレティッシュ作戦でコロニーが 落ちてくるくらいの衝撃なんですよね。これを、うん。僕は今ね、相場結壊室として食い止めようとしていると。まさにこれですよ。僕はここだってことでね。この視聴者の皆さんが、うん。負けないように、やられないように、まあ、なんとか食い止めたい。ということで、今、必死にね、戦ってるということになります。もう本当に目の前まで来てるのでね、えー、もうこう、どうにかしないといけないってことで、まあ、僕がやることはね、ただ一つですよ。 こういう形でね、今、結界を張ったので、あっ、すごいぞ、すごいぞってことでね、今、軌道が外れ始めました、みたいな。僕のこの指先一つで、今ね、えー、ドイツ銀行の墜落のね、うん、一応軌道がちょっとずつ外れ始めてるってことで、だから今ね、本当に起こってることを防いのるのはボン僕だったってことで、今日週末編なのでね、一応その辺、理解した上でちょっと聞いてもらいたいんですけど、まじこめとかちょっとやめてもらいたいんですけどね、という状況になってるってことで、ただまあ、 まだまだね、リスクは、うん、完全に抑えきれてないですし、ここまでお話してきた通り、本当にヘッジファンドが動いてるんだったら、これでは終わらせないと思いますから、うん、SNS をね、利用して、確かクレディスイスもね、うん、これはわかんないし、裏付けはないですね。あくまで憶測でしかないんですけども、やはりあそこまで危機に陥れられたのは、SNS をね、活用して、 うん、まあ、危機を煽ったんじゃないかと言われてます。別にこの動画は煽ってないですよ。ちなみにね。むしろちょっと冗談を交えて、面白おかしく伝えているところの方が大きいんですけども、まあ、これによってね、僕はカラりしてないですしね。うん、特に、ドイツ銀行なんか特にね。うん、ただまあ、そういった形で、もし同じような形で SNS を使って、ヘッジファンド税がね、カラりを仕掛けて儲けようとしてるんであれば、むしろ来週以降、うん かなり、うん、やばい状況になる可能性もありますので、注意深く、ここは見守っていきましょう。なぜかというと、やはり日本、アメリカのマーケットに、うん、大きな揺さぶりがかけられる可能性が、やはりありますからね。うん。でク セントルイス連銀総裁もですね、これは別のニュースなんですけども、今年のピーク金利予想を5.625%、だからまだまだ、うん、あと年内いっぱいですよね、上げていく可能性もあるんじゃないかということで、まあそれを支持したってことに近いんですかね。うん。でもインフレ実,実はですね、えー、先ほど、 えー、物価指数ですか、発表されましたけども、むしろ強いんですよね。まだまだアメリカの物価は高止まりしてますし、まあ、景気がいい状態ということになりますので、これだけを見ると確かに FRB とパウエルさんが潔に転じる理由はないという,、うん、いうことになりますので、実際には、うん、もう少し年内いっぱい上げてくる可能性があります。ただね、うん。 そうした中で、まあ、アメリカの、いわゆる地銀ですよね。中小銀行は、預金の流出ですね。いよいよ、目に見えて顕在化してきています。こちらもですね。15兆円の流出ってことで、これはおそらくまだデータ的にはですよ。先週1週間ぐらいのデータだと思いますので、じゃあ今週どうなのか、来週どうなのかっていうのはね、ますます悪化していく。こちらも可能性がありますよね。さらに、ここに、 ズドンと。まあ今僕はなんとか決壊しとしてね、相場決壊値として防いでる、ドイツ銀行が、いよいよ僕もね、うん、ちょっとそうは言っても、もうこの辺がその摩擦で燃え始めてますから、うん。あのー、本当に、うん、大きなニュースとして、うん、やばいことになってくる可能性もあります。そしてドイツ銀行が国有化に動くとかね。まあこうなってくると、この流水額もね、20兆円、40兆円、50兆円ってなってくるかもしれないですよね。まあ、 そうなって場合はですね、うん、地銀のいくつかはやはり破綻に向かっていくしかないんじゃないかなと思いますので、どうなるかわかんないですから、やはり、うん、かかとを浮かせね、うん、しっかりとフットワーク軽く動けるようにしておくってことが、まあ大事になってくるんじゃないかなと。一応ね、えー、イエレンさんもね、えー、米財務長長官かな、うん、一部のね、えー、銀行のストレステスト的には大丈夫だと。 安心してたださい多分これもね、えー、先ほど話し,た話してきたように、先ほどからね、トップというものは強気に発言をして、皆のね、うん、安心ですよね。そして平常心を保たせるというのも役目の一つなので、内心はもうハラハラしてね、やべえ、これ。 どうすんのよみたいな。もう早くやめたいんだけど、みたいな。私の満期来ないかしらと思っていたとしても、やっぱこういう発言をするものなので、間には受けない方がいいですね。二重三重にリスクヘッジは、うん、用意しといた方がいいんじゃないかなとは思っています。で、それなりにね、えー、あとは最後にチャートの動きを、米国株を今回中心にね、ダウとナッサを見ていきたいんですけども、その前にですね、2020年の株の稼ぎ方2000万ってことで、 去年1年間のですね、稼ぎは2000万だったんですけども、その売買記録をですね、すべて公開した動画を特別動画としてビコーにリンクを貼ってあります。あとはね、一応稼ぐ投資家になるための6つのポイントですね。こちらも動画をね、貼ってありますので、ぜひビコーの方を覗いてみてください。ということでね、最後にチャートを見ていきたいんですが、まあ、200日同平均線ね、まずニューヨークダウはしっかりと頭を抑えられていますので、ここを抜けるかどうかっていうところがね、この、直近1週間の 一つ注目ポイントになるのかなと思います。僕は抜けないんじゃないかなと思って、えー、今静観しています。いや、空売りすればいいじゃないかと思うかもしれないんですけども、僕はね、空売りはしないんですよね。うん、なので、それは僕のマイルールですし、僕の、まあ、得意なことに集中と選択をするということになります。だから別に空売りが得意な人はやればいいんですけども、僕はしないので今は生還を。 しているという状況ですね。これはもうこの動画の中では何度も話してきていますし、僕の投資スタイルもね、説明をしているので、まあそこは理解してもらいたいなとこなんですけども、あとナスダックですよね。こちらは逆にですね、今まで弱かった分、反発が強い。そしてもう一つね、これはもう理由はここですよ。今後、おアメリカのですね、FRB が、まあ利下げに転じるんじゃないかと。金融緩和に動くんじゃないかということを期待して、おそらく 稲妻の一瞬の一ひらめきが今だと思った投資家が、うん、ここに買いいい集ままっっててるんじゃないかなかとは思っていますただ、ここもねえは、今回の動画で話してきた通り、まだまだ、うん、利下げに転じられるような景況感であったりとか、物価指数ですね、消費者物価指数の状況ではないので、まあ、年内いっぱい、まだまだ利上げ、うん、が続くとか、少なくとも利下げには転じないってなったら、まあ、がっかり売りとかね、うん、形でまた下がっていく可能性も、 十分あるんじゃなないかなと思ってます特に、まあ、米国株がね、ナスダックが崩れた場合は、今度はナスダックのね、うん、は、その、米国のダウとか、S、S&P をね、うん、まあ、先行指数としてついていくような形で、ナスダックも下がっていく可能性もありますから、うん、まあ、予断は許さないかなと思っております。ということでね、今日は、うん、ドイツ銀行を中心にした 破綻のリスク、そして警戒すべきポイント、そして僕の今後のね、えー、まあ、マーケットの読みと、投資スタイル、投資戦略についてお話しさせていただきましたが、まあ、相場結果室としてね、まあ、かなり僕も今やばい状況に置かれてますので、皆さんのパワーをね、もらえたらということで、えー、明日の動画では今度は日本株について、えー、戦略編ということで解説をしていきたいと思っております。それでは今日は以上になります。高速で。